はい、チャンネルタパスです。今日はね、東九条の、スポットの紹介というか、まあ、今日はね、企画がありまして、後ろに見えているのが、ブックカフェソルさん。なんと2階にですね、たくさんの芸術作品が、展示されている企画展があると聞いてやってまいりました。ノランナランという、2階のね、スペースになってるんですが、今回の企画展の名前でもあるんですけども、意味はね、韓国語で、あなたと私、いろんな異文化の共生をテーマにした、企画展がありますので、ちょっと楽しみにしています。では、中をご覧ください。なんと、2階にはこんなスペースが、すごい。すごいな。もともと非常に歴史のある建物だと思います。改装されて今回はいろんな作品がこのように並んでますので、ぜひ皆さん実際に見に来てください。はい、はい、中ね、すごかったですね。実際はもう本当にね、映像では伝わらない楽しさがあります。上の2階の空間全体がなんか作品のようになっていました。ちょっとぜひね、見に来ていただきたいんですが、実はもう明日で終わりです。ではソルさん、ブックカフェソルさんは、これからも、ずっとありますので、1階もすごく楽しいので、ぜひ皆さんやってきてみてください。ではチャオー。